常心を持って一切のことをなす人、これを名人というなり。いつもカレンダーを破くときに書いてある文章を読んで、へーって思うときもあれば、そうでもないなって思うときもあり、今日の文章はなるほどなと思いました。そんな今日は、朝おいしいコーヒーを入れてから久しぶりにキーボードを弾きました。こちら筆箱という歌なんですけれども、これがいい歌なんですよ。オリジナルソングの東京の後は、こちらの筆箱という歌の制作に取り掛かりたいと思います。そしてその後、ミホキュメンタリーを宣伝する紙媒体の名刺的なもののデザインをしました。デザインっていうか、ただ文字とロゴと QR コードを並べただけなんですけれども、生まれて初めてデータ入稿というものをしました。初めてということもあり不安だったんですけれども、先ほどデータを受け付けましたっていうメールが入っていたので、印刷に入るみたいです。出来上がりが楽しみです。今日の夜ご飯は串カツを食べました。前から行ってみたかったお店なんですけれども、生まれて初めて紅生姜の串カツを食べました。なかなかパンチのある味でした。いろんな種類の串カツを食べましたが、椎茸の串カツが一番好きでした。じゃあ今日はこの辺で、バイバイ。